日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらスターバックスの新作ストロベリーベニークリームフラペチーノのジョイフルティーラテ、ストロベリーベニークリームケーキ、チョコレートロール、パン、そしてセミドライトマトのチーズトーストを食べたいと思う。どれもまた今回年のクリスマスシーズン、ホリデーシーズンは赤が多いかな。情熱を感じられそうな赤に食欲もそそられています。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはセミドライトマトのチーズトーストからピザトーストからではいただきます。今年のクリスマスも楽しみかしら。あなたはまあケーキやチキンなどは楽しみではあるんですが、一方で仕事が忙しくなる時期なのでめちゃくちゃ不安でもあります。まあ今から不安な思っていても仕方ないので、でまあスタバの商品で元気をいただいて頑張りますよ。甘酸っぱいおーと思ったらまろやかセレナさんのツイッターや元 X で聞いていた通り、いやそれ以上の甘さですね。美味しい。いちご好きにはたまらない甘酸っぱさ。時々アーモンドのカリカリやトマトのジュワッとしたいちごとはまた違う酸味も入っていていいですね。もっといろいろ食べたい。ごちそうさまでした。最初に食べたセミドライトマトのチーズトーストは結構トマトの酸味が口の中で噛んでしまいにしばっと広がってきて、目をパッチリと開けさせてくれましたね。朝一番目覚めたい時に食べるといいかもしれません。では次に飲んだこちらのジョイフルメドレーティーラテは結構シンプルなでまろやかなラテの味わいでしたね。紅茶の香りはそこまで強くないのでちょっと物足りないかなと思いました。でその次に食べたチョコアーモンドチョコレートロールはアーモンドのカリカリ食感と甘さ控えめのチョコレートが少し大人の時間を過ごさせてくれますね。でその次に食べたストロベリーメリークリスマスケーキメリークリームケーキは結構いちごの甘酸っぱさとミルククリームのまろやかさがマッチしていて、ただ練乳をかけたいちごをケーキにしたような美味しさがありました。で同じくこちらのフラペチーノも練乳をかけたいちごのような甘さなのでさ、こっちフラペチーノの方はより甘酸っぱさが強いのでいちごの味をもっと感じたいという場合におすすめです。でまず今回食べた中だと最後に2つに紹介したストロベリーメリー系のケーキとフラペチーノはどちらもいちごの甘酸っぱさとまろやかなミルククリームがマッチしていて、本当に練乳をかけたイチゴを贅沢に食べたような気持ちになれるので、自分がおすすめしますね。どちらも代表として6点とさせていただきます。それでは今回のご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演習。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。